挑戦しています。そして最後は消防艇ミヤコドリ、全長43メートル、総トン数195トンの大型化学消防艇です。そして上空からは消防ヘリ大鷹、ツバメ、ヒバリの3機による全体飛行です。消防総監、横断願います。光を上げてみよせ、世界へ羽ばたく東京港の発展を祈る放水ヘリのスタートです。左手からは勝ち抜き、右手からは有明の放水を行っています。正面奥で放水をしておりますのは都鳥です。有明それぞれの最大放水能力は毎分3万リットル、都鳥の最大放水能力は毎分7万リットルです。これは消防ポンプ車65台分の放水量に相当します。まもなく左右で放水している勝ち時、有明の2艇は船の向きを正面に変え放水を行います。そしてその間を進み正面に出てまいりましたのは、今年度新たに就航した大型消防救助艇大江戸です。大江戸は全長 37.6メートル、総トン数198トン、臨港消防署に配置されており、日本初となるタグボート型の大型消防救助艇です。後ほど放水を含めた大江戸のお披露目を行いますので、皆様どうぞご期待ください。続いて勝ち抜き、有明、都鳥の3艇による高圧放水をご覧いただきます。放水の色の変化にご注目ください。うわ、色が出たよ。3艇による高圧放水が開始されました。そして上空からは消防ヘリ3機による祝賀方法です。
レードに